小別っ子号は神戸市交通局が保存しているボンネットバスの愛称である。本校では1993年より胴体保存されている小別っ子通予号についても述べる。小別っ子号、小別っ子号は1956年に神戸市営バスが境内路線向けに導入した3台のボンネットバスのうちの1台である。晩年は31系統で使用され、 1972年に廃車となるまで、オーバーホール等の更新を3度行い、営業運行での累計走行距離は38万キロメートルだった。走行条件に対応し、フロントフェンダーが左右非対称になっているのが特徴であった。廃車後、3台のうち最も古い1台は、記念車として保管されることになり、神戸市交通局長田工場にて、 校内車の表示を付けられた上で保管された。この間、一時的ではあるが、住吉駅前で乗務員用詰め所に利用されたことも、ある。長らく屋内保管状態であったが、1988年6月に永久保存のために整備することになり、再塗装された。翌年の1989年3月には、胴体保存を行うため、4度目のオーバーホールを行い、 再登録された。この時に、小ベッ子号と命名されている。神戸祭りなどのイベント時には、展示走行も行い、交通局のマスコット的存在になっていたが、製造後37年が経過し、部品確保が困難になってきたことに加え、自動車から排出される窒素酸化物及び、粒子状物質の特定地域における送料の削減、等に関する特別措置法及びディーゼル車、 規制条例によって、車検の継続が不可能になったため、1993年に新たな車両を製造することになった。新たなマスコット車両は、排出ガス規制に適合した、イスズの中型トラック、ホワードの車種を利用し、車体は、コベッコ号のレプリカとして新造することになり、京成自動車工業に発注が行われた。オリジナルのイメージを完全に引き継ぐべく、 実際に製造作業を行う担当者への配慮から、小ベッコ号が千葉県の工場へ改装され、後継者の完成まで常駐することになった。これは小ベッコ号としては最初で最後の関東遠征であった。後継者の完成に伴い、小ベッコ号は交通局車両工場にて保存されることになった。通常は非公開であるが、しば開業八十周年の記念事業として、 第10回すると関西バス祭りに特別展示された。小ベッ子24号小ベッ子24号の運転席、周り小ベッ子24号の車内、アポロと呼ばれるヤバネ式方向指示機も装備されている、レプリカ車両は、現代のバスと違い平面部分が少なく、車体外反のほとんどが板金叩き出しとなったという。ベース車種のトレッド寸法から、フロントフェンダーの幅が若干広くなっているほか、 全体的に若干サイズが大きくなっている。また、ベース車はキャブオーバーであったため、ステアリング機構の位置変更には苦労したといい、どうにか収まったものの、回転半径に制約を受け、12メートルの大型観光バス並みとなったという。現代においては冷房装置は必須と考えられた。ことから、車内の運転席上の天井に冷房装置を設置した。 それらの相違点はあるものの、全体的な印象は、コベッコ号のイメージを最大限引き継いでいる。こうして、ボンネットバスのレプリカは1993年に完成。コベッコ通予号と命名された。コベッコ通予号は、新たな市営バスのマスコットカーとして、中央営業所に配置され、各種イベント時には展示や走行を行った。当初は、 自家用を登録であったが、2000年秋以降は、季節限定運行の定期観光バスとして、運行されることになり、正式に事業用自動車として登録された。しかし、毎年のように強化される排出ガス規制は、小別ッ通予号にも及ぶことになり、2006年3月以降の運行や、車検の更新が不可能になることが判明した。しかし、市営バスにとっては、 小別っ子通予号は貴重な財産という位置づけとなっているため、引き続き小別っ子通予号を胴体保存するべく2006年1月に CNG エンジンへの改造を行っている。毎年9月恒例のスルッと関西バス祭りには第2回から参加しており、来場者から高い人気を集めている。2016年11月、神戸市交通局は 兵庫区と長田区の市場を小別個通用号で巡る買い物ツアーを企画、募集をかけたところ、市内外から80人の枠に約600人の応募があった。このことから2017年には6月から9月の間の10日間に拡大する形でツアーが再企画されている。ありがとうございます。